どうも、皆さん、工藤でございます。今回も、クドラジ聞いていただき、ありがとうございます。ということで、10月2回目の配信やっていきたいと思います。前回、私、風邪をひいておりまして、だいぶね、こう鼻声だったり、まあ、咳なんかもね、出てたりしていましたが、まあ、あれから1週間経って、まあ、だいぶ良くはなりましたかね。うん。どう？まだ完全復活まではいかないんだけど、まだちょっとね、鼻水と、まあ、咳と、あとなんかちょっとこう、痰が絡むみたいな、うん、ところはありますが、まあ、熱はもう、特に、はい、下がっていまして、もう先週の時点で熱はもう下がってたんだっけか。まあ、あんま覚えてないですけど、うん。まあ、薬ももらったりして、熱は下がっていたんですが、まあ、だいぶひどいね、鼻声で。ゲーム配信なんかもね、はい、まあ大変でしたけど、まあなんとか1週間経って、だいぶ良くなったんでね、今日は、いつも通りやっていこうかなと思います。ただですね、まあ前回30分ぐらい話して、前々回、まあ元気な時にやった時は、まあ1時間ぐらいね、話したりもしましたけど、やっぱあんま長くなってもしょうがないかなということで、これまでは、私のね、一週間の、まあ、計画報告みたいな、どんなことがあったかみたいな話を、1時間ぐらいかけて話したりしてたんですけど、まあ、あまり長くなってもね、どうなのかなっていうふうに思ったので、まあ、なるべく短くまとめられるようにちょっと努力したいなと思います。長くても30分ぐらいかなと思っておりますけど、はい。まあ、ちょっと話したいことが多くなったときは、うん、長くなるかもしれないけど。まあまあ、基本的にはちょっと短く、ね、まとめていけたらなと思っております。というわけで、早速じゃあやっていこうかなと思うんですが、あ、まあその前にそう。今日の話にもまあ関わってくる部分ではあるんですけど、昨日ですね、ちょっとゲーム配信お休みしたんですよね。うん。昨日土曜日じゃないですか。今日日曜日なんで。で、3連休だからまあ、明日もお休みですよね。で、この後お話しますが、今週なのかな、おとといか、の金曜日に、アトラスからメタファー、リ・ファンタジオが発売されたと思うんですけど、皆さん買いました？もうすでに発売日初日にして売り上げ100万本突破するっていうね、結構驚異的な売り上げをね、出してますけど、私も予約しまして、買って、で、この3連休遊んでやろうと思って、昨日配信準備してたんですよ、実は。うん。けど、結局やらなかったんだけど、実は配信するつもりだったんですよ。うん。で、結局なんで配信しなかったかなんですけど、まあ、今日はちょっとやります。はい。今日はやるんで、まあ、その時にもお話しようかなと思ってるんですけど、ですね、まあ、プレステ5版を購入しまして、で、いつも配信するときは、プレステ5からキャプチャーボードで、そのプレステ5の画面をキャプチャーして、そのキャプチャーした映像をパソコンに持ってきて、OBS で表示させて配信するっていう形で、やってるんですよ。まあ、多分配信とかやる人は大体その流れでやると思うんですが、なんかね、メタファーと、私、エルガトっていうところの、HD60X だったかなっていうね、キャプチャーボードを使ってるんですけど、の相性がね、なんか悪かったのかな。なんかね、よくわかんないんだけど、メタファーを起動すると、画質がですね、強制的にフル HD になっちゃうんですよね。いわゆる 1920×1080 みたいな。サイズですね。4K とかじゃなくて。うん。強制的に。で、強制的になんかフル HD になってしまって、で、プレイステーション5からはそのフル HD のメタファーの画面が送られるんだけど、キャプチャーボードではなんかその、まあ、永遠伝説回の奇跡とかも、全然普通に配信できてるんで、基本はプレイステーション5からその、4K の映像が送られて、で、
キャプチャーボードで、私が見てる画面は実はパススルーで、あれ 4K で映ってるんですけど、モニターも 4K 対応してるから。で、さすがに 4K の配信はできないから、2K に落とした画面を皆さんにその配信してるっていう流れでやってるんですが、まあ、今回そのメタファー起動したらなぜかフル HD になって、で、フル HD で送って、で、それを私はその 2K 配信、いつも通りね、2K の画質でやろうとしたもんだから、なんか、その、アップスケーリングできませんみたいな。フル HD のやつを 2K に配信したりとかはできませんっていう感じで、なってしまって。で、配信できなくなっちゃったんですよ。うん。画面がそもそも映らないんですよ、OBS に。フル HD で、キャプチャーすれば、映るんだけど、プレイステーション5で、せっかくね、4K モニターもあって、遊べんのに、なんでフル HD でやらなきゃいけないんだと。うん。ちなみにね、パススルーもね、強制的にフル HD になっちゃうんですよ。うん。だから、私が見てる画面がね、最悪その 4K だったらまあいいかなとも思ったんだけど、皆さんにはね、ちょっとフル HD でお届けするみたいな形でもいいかなとも思ったんだけど、私もフル HD になっちゃう。強制的に。なぜか。うん。っていう問題がですね、発覚しまして。で、体験版だったらどうかなと思って体験版もやったんだけど、体験版もね、ダメでした。はい。もうプレイステーション5起動した時の一番最初の画面は 4K なのに、メタファーを起動した瞬間にもうフル HD に下がるっていうね、謎現象が発生しまして、うん。あれ?みたいな。どうしよう、配信できねえじゃん、これみたいな、うん、状態になってしまいまして、で、プレイステーション5から直接ね、モニターに接続してみたりとか、で、やってみたら、プレイステーション5からね、直接モニターに送る分には、全然できるんだけど、エルガトっていうそのキャプチャーボードを通すと、急になぜかプレイステーション5が強制的にね、フル HD に落とすんですよ。メタファーだけ。奇跡シリーズとか他のゲーム今までなかったんだけど、なんかメタファーだけそういう事象がね、発生して、で、その問題を解決するためにもう1時間以上やったかな。なんか、もう AI に聞いたり、ネットで調べたりして、ああ、もうああでもない、こうでもないって。で、奮闘した結果、一つの原因を発見することが、まあ、できたんで、まあ、配信はできます。だから今日やるんですけど、もう昨日の時点に関しては、もうそれで疲れちゃって。本来であれば、9時から3時間ぐらい配信するつもりだったんですよ。うん。休みで何もなかったからね。だから、もう、ちょっと疲れてしまって、ああ、もういいやと思って、アニメも溜まってるし、アニメ見るか、みたいな、うん、形で、まあちょっとそっちの方をやってて、で、ゲーム配信をお休みさせてもらったっていう経緯があります。はい。まあ原因何だったかっていうとね、私もよくわかんないんだけど、まあ画質だと思うじゃないですか。画質なんかそのプレイステーション5とエルガトのそのねフル HD なのか 4K なのかみたいな、その画質の設定が間違ってんのかなみたいな風に思ってたんですけど、結局ね原因はね、なんか 120Hz のそのフレームレートの方の設定だったっぽいです。うん、ほんと謎なんだけどね。プレイステーション5持ってる人はわかると思うけど、システムっていうところからスクリーンだったかな、スクリーンと画面みたいなその設定があるんですけど、そこに入って、120Hz をなんか出力するみたいな設定で、自動とオフがあるんだけど、そこをですね、まあ、普段はオンというか自動にしてるんだけど、なんとなくオフにしたら治るんじゃねえかと思って、オフにしてみたらですね、治ったんですよ。なぜか。うん。まあだから、もしかするとそのメタファー自体が 120Hz に対応してないからとかなのかなとか思ったんですけど、ちょっとはっきりとした原因はわかりません。とりあえず解決策として、プレイステーション5側の 120Hz の設定をオフにすると、治るという感じです。で、さらに謎なのが、で、120Hz をオフにしてメタファー起動します。で、4K でメタファー遊べるになりました。で、その後、プレイステーション5に戻っ、ホーム画面に戻ってきて、120Hz を自動に戻すと、普
普通に遊べます。まあ、オンじゃなくて自動だから、もしかすると、なんか、オフになってるのかもね。わかんないけど。はい。っていうね、ドタバタが昨日の朝、配信開始前にね、ありまして、で、結局、まあ、配信はお休みして、今日やります。っていうことをちょっとお伝えしたかったですね。はい。まあ、そういう事情があったんだよと。まあ、普段ね、配信やってるから、今日こいつやらねえなって思った方もいるかもしれないからね。一応お伝えしておきます。はい。ということで、もうすでにね、ちょっと喋りすぎな気もしますが、まあ、ここからじゃあ行きますよ。はい。まず、先週というか今週一週間、まあ、何があったかなんですけど、どこから話せばいいんだ？まあ、あんまりね、長くなってもあれなんだけど、グランブルの話ってしたんだっけ？アニメ。グランブル。あの、ダイビングのやつね。あの、2期決定したらしいんですけど、はい。あの、杯を干すと乾杯と読むの、あの、グランブルでございます。ダイビング作品と言いながら、まあ、ほぼほぼ酒と裸の男、のアニメのグランブルなんですけど、これね、私が数少ない、あの、漫画をすべて買って読んでる作品で、で、その2期が決まったということで、あの、非常に私的にはすごい嬉しいんですけど、アニメ化大丈夫かなーっていうね、まあ、いろんな意味で、この、令和のね、このコンプラとかなんだらね、いろいろ言われてる時代に大丈夫なのかなっていうちょっと心配のね、気持ちはありますけど、まあ、なんとかアニメ化するらしいんで。時期はちょっとわかんないけど、来年の夏とかなんかな、やっぱね、グランブル、ダイビングのアニメですから、夏とかかわかんないけど、はい、やるとのことなんで、まあ、そこはちょっと楽しみに待ちたいなと思っております。はい。で、まあ、次行きましょう。もうちょっと、ポンポン行きますよ。で、次は、まあ、これ昨日じゃない、前回の配信からもうすでに変わってますけど、このクドラジシーズン13に、はい、突入しております。まあ、秋になりましたからね、10月に入って。で、カバーアートもすでにもう変わってるんですけど、前回から。カバーアートはですね、まあ、今回からはずっとかどうかはちょっとまだ定かじゃないですけど、あの、CNP、クリプト忍者パートナーズっていうね、その NFT のやつが、あの、プロジェクトがあるんですけど、はい。そのキャラクターの、まあ、トワとセツナっていう双子猫がいて、これ前話しましたよね。その双子猫のキャラクターの、白猫のセツナの方かなの、まあ、擬人化キャラクターみたいな、まあ、ファンアートみたいな、手で、あの、生成したやつを、ちょっと今後は、使っていこうかなというふうに思っております。ちょっとハマってるんですよ、私がね。ハマってるというか、まあ、可愛いな、みたいな。猫耳娘可愛いな、みたいな、ところもあって。まあ、実際ゲーム配信でも私が使ってるのは、トアですね。黒猫の方ですけど。はい。まあ、あれはナイトっていうツールの、まあ、アバターをね、ちょっとお借りして、はい。ゲーム配信なんかもやってるんで。まあ、ポッドキャストの方も、まあ、ビデオポッドキャストね、あの、もう2回ぐらいやって終わりましたけど、ビデオポッドキャストのその、映像の方に出てくる、あの、画像もあれ、トアとセツナですね。はい。まあ、そんな感じで、ポッドキャストのカバーアートもちょっと今後は、トアとセツナを、モデルにやっていこうかなとかはちょっと考えております。はい。そんなところでございます。次。次はですね、まあ、お仕事の話でもあるし、ちょっとゲームの話でもあるんですけど、まあ、これアニモチでも言ったか、この前の。まあ、聞いた人も聞いてない人もいるとは思いますが、私ですね、いつだ？私、祖父がこの前亡くなったんですけど、9月の25日に亡くなったんですけど、そのちょっと前ぐらいですかね。に、あの、UEFN っていうツール、皆さんご存知でしょうか。正式名称は Unreal Editor for Fortnite っていうね、あの、Fortnite のクリエイティブモードがあると思うんですけど、まあ、それを、どう説明したらいいんだろう。あの、Unreal Engine 5的な感じで、あの、作れる、
ツール、まあ、UEFN、Unreal Editor for Fortnite っていうのがあるんですけど、多分、クドラジでも何度か紹介してると思うんで、まあ、気になる人はそちらを聞いてもらえたらと思うんですが、その UEFN を使った、お仕事がありまして、そちらに応募したんですよね。その祖父が亡くなるちょっと前、数日前に。で、応募しまして、で、書類選考がすぐ通って、で、課題テストが与えられてたんですよ、実は。うん、課題テストが与えられて。で、なんとその課題テストが与えられてすぐに、その祖父が、亡くなってしまって、で、そっからね、ちょっとドタバタ、その群馬行ったりとかね、お葬式やったりとか、で、帰ってきて風邪ひいたりとか、まあ、いろいろあったんですけど、で、最終的に、その課題の締め切りがですね、ちょうど昨日だったのかな。うん。で、締め切りが昨日だったんですけど、まあ、その延長してもらったんですよね、実は。もともとは、10月の8日だったかな、火曜日ぐらいに締め切りだったんですけど、ちょっとまあ、葬儀とかで、ちょっと家を離れなきゃいけなくて、作業ができないから、すいません、ちょっと締め切り伸ばしてもらえませんかって言ったら、いいですよって言って、締め切りを、ちょうど昨日までにね、伸ばしてもらえて、まあ、提出は結局、今週の木曜日ぐらいにね、提出して、はしたんで、はい、まあ、締め切りよりね数日前に提出したんですけど、なんとですね、無事そのテストも通ったっぽくて、はい、通ったっぽくて、今週ですね、本当に今週面接行ってきます、はい、っていうお話です。いやー本当に良かったなと、まあ、群馬から帰ってきて、まあ、お葬式とかね終わって。帰ってきて、まあ、熱出た時もちょっと焦ったけどね、やべ帰ってきてから課題やらなきゃいけないのに何も手をつけてなかったんですよ、実を言うとね。うん。で、手をつけてなかったんで、これやべどうすっかなみたいな、あと1週間ちょい、まあ、仕事は普通にあるし、うん、まあ、休みの月火とかを使ってやらなきゃいけないなって思ってはいたんですけど、風邪ひいちゃったよ大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、無事なんとかまあ与えられたね。まあ、課題の内容とかはちょっと言えないですけど、うん、課題のその、まあ、指令というか指示書があって、それに沿ってゲームを作って、で、提出して、もうすぐね、返信返ってきた。うん。提出できましたって言って、返信、メッセージを送ったら、もうすぐ、返ってきて、うん。まあ、ちょっといろいろその、ね、マップをその共有したりするところで、ちょっとごたつきはありましたけど、実際その私が作った、まあ、ゲームというか、マップをね、こう遊んでもらって。で、無事、面接やりましょうってことで、今週面接になります。まあ、オンラインですけどね。うん。だから、もしかすると今後、そういう UEFN の話とかが増えてくるかもしれないです。お仕事としてね、やっていくかもしれないので。うん。まあね、ゲームに関わる話だし、まあ、ゲーム開発、まあ、ゲームだから、ちょっと YouTube の方でね、配信とかもなんかやろうかなとか、ちょっと考えてるんですよ、実は。今私がゲーム配信やってるチャンネルね。そこで、その UEFN で、なんかまあ制作とか、まあ勉強してる様子をライブ配信するみたいなさ。うん。まあ明日は祝日だからみんなお休みですけど、まあ私はもともとお休みで、で、明後日も休みなんですよ、私、月火ね、今。その10月秋休みもらってるんで、月火休みなんで、火曜日もね、暇だからっていうか、まあ配信しようかな、みたいな、うん、思ってるんですけど、基本やっぱ、みんな仕事なり学校なりだから、あんまり配信してもね、まあ来れる人も少ないだろうから、ゲーム配信するのはなーって思ってたんだけど、まあなんかそういう、ちょっとマニアックな配信というか、UEFN の配信とか、あとはね、ちょっとこの後、またお話しますけど、うん。また別のちょっと配信も考えたりしてるんで、まあそういうのやるのもありかなとか考えております。はい。だから今後、私のゲームのチャンネルでは、まあ今日はね、メタファーやろうかなとは思ってますけど、全編、その、奇跡シリーズも、会議の奇跡もそうですけど、全部をね、多分ね、配信するのはまあ無理だし、やっぱね、見てくれる人もそんなに多くないんですよね。やっぱね。うん。全部やっても。長いし。回の奇跡とか。多分メタファーも普通にプレイ時間100時間超えるだろうから。ね。もう、どんだけ時間かかるんだっていうね。
配信でやったら、なかなかちょっとゲーム配信で別に私生計立ててるわけでもないからね、難しいんで、まあ初回ぐらい、やっぱね初回の配信すっげー伸びるんですよ。回の奇跡の、あの初回の配信なんて、今800回ぐらい、多分私のチャンネルの中で一番再生数回ってるんじゃないかなみたいなね感じで回ってるんで、ただまあ2回目3回目ってなるともう一気にギュッと減るので、まあだからやっても3回目ぐらいかなと、思ってて、でメタファーに関してはまあ今日やって、でヘブ版も実はね新しいその戦圧戦中編が来てたりとか、新しいガチャとか、今千日記念でね、新しいっていうかそのミッションとかね出たりするんで、ヘブ版もやりたいと、となるとメタファーもやらなきゃいけない、で貝の奇跡もやりたいね、てんやわんやですよもう。何からやったらいいかなみたいな感じなんで、ちょっと全部はやっぱ配信は無理だと、もう物理的に、まあ、ゲーム開発もしなきゃいけないし、あとはこの後ちょっとお話本当出るんですけど、もうやりたいし本当やりたいことが多すぎて、まあ、アニメも見なきゃいけない、ゲームもしなきゃいけない、アニメも、あ、漫画も読まなきゃいけない、もう大変なんで、ちょっとゲーム配信はやっぱちょっと抑えて、まあ、初回ぐらいだけでもいいのかなとか思ったりしてます。まあ、UEFN のその配信とかもねやろうかなとか考えてるから、まあ、だからちょっとこう普通のゲーム配信チャンネルとはちょっと違う感じにはなるとは思いますけど、基本はまあ自分で買って遊ぶゲームの最初だけ、最初の2時間3時間ぐらいだけ配信して、あとはもう一人で黙々と時間があるときに遊ぶ。で、新しくその UEFN の開発の様子とか、見せられる部分があるかわかんないけど UEFN に関しては、まあそんな感じでちょっとライブ配信はやっていこうかなとかは考えております。なんだかんだチャンネル登録者もね、もうすぐ200人行きそうなとこなんだよね。195人まで来たかな。まあ、ね、他のチャンネルと比べたら、まあ、クソみたいな数字ですけど。たった、ね、200人とかね。まだ全然収益化にも及ばないね、あの、人数ではありますけど、まあ、ちょこちょこ、ほんと一人二人ぐらいずつね、増えたりはしているんで。奇跡のおかげかな、もしかすると、貝の奇跡で、結構ねガッと増えたところはあったりはするんですけど、奇跡の配信見たい人にはねちょっと申し訳ないんですけど、もう多分やらないと思う、奇跡は。貝の奇跡はだからもう3回やって、3回目の動画がもう再生回数100もいかないぐらいなんで、もう多分これ以上やっても多分そんなに増えないから、やるとしてもまあ最終回、ほんとゲームクリアの直前とかその辺はやるかもしれないけど、まだわかんないです。まだ全然配信以外で、プレイしてないので。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとゲームチャンネルの方も運営していこうかなと考えております。はい。では、次に行きましょうか。次の投稿は、まあ、またアニメの話なので、ちょっと一旦飛ばしますか。アニメの話は、まあ、アニボッチステーションの方で結構、今回というか、この前の配信でも、語らせてもらったんで、まあ、ぜひそちらを聞いてもらえたらなと思います。では、ちょっとアニメの話を飛ばして次行くんですが、これですね。はい。まあ、さっきからね、ちょっとこの後お話しするんでって言って、ちょっと伏せてましたけど、実はそのアニボッチステーションの方でちょっと、ポロッと出してたんですが、私ですね、実は最近ちょっと新たな、趣味、ですかね。を、見つけて、しまいまして。新しい趣味でございます。まあね、多分ね、最近だと趣味ない人とかいると思うんですよ。なんか、Google 検索でさ、趣味ないとかね、男とかね、おすすめの趣味とか多分調べる人も結構いるんじゃないかなと思います。私もね、まあ、調べたことあります。やっぱり。なんかアニメ見る気にもならないし、ちょっとゲームも最近ちょっと面白いのなんかないしな、みたいな。でも暇だし、なんかやりたいなって思って、で、調べると、ま、なんか、なんだろう、おすすめの趣味とか調べると、ま、映画を見るとか、ま、なんか、プラモデル作るとか、ま、男だとね、女性はちょっとわかんないですけど、あとはま、運動するとかね、筋トレするとか、ま、いろんな趣味がま、出てきて、でもまあ、
見るけど、まあ、大体みんな同じようなこと書いてあって、まあそうなんだけど、それはわかるんだけど、なんかピンとこねえなみたいなところあると思うんですよ。で、私が今回新しくやり始めた趣味はですね、そういったところにね引っかかってこないです、多分。引っかかってないんじゃないかなって思います。というのも、私、言っちゃいますけど、私が今回新しくその見つけた趣味っていうのがですね、レゴなんですよね。レゴ、皆さんわかりますか？わかるよね、さすがに。レゴはね、子供の頃多分遊んだ方が多いんじゃないかなと。特に男の子かな、女の子でもレゴって遊ぶのかな。あんまり、子供の頃ってそんな男女の関とかもそんな関係ないだろうから、親に買ってもらったりとかしてれば多分遊んだ方は結構多いんじゃないかなと思います。しかもその日本だけじゃなくてね、レゴってその海外のそのおもちゃですけど、私もね、例に漏れずレゴは子供の頃にね、ほんと子供の頃ですよ。でも小学生ぐらいまでは遊んでたかなと思うんですが、実は最近そのレゴにですね、土着ソハマりまして本当にもうね、運命的な出会いを果たしたんですよね。この前その祖父が亡くなった話、さっきもちょっとしましたけど、祖父が亡くなってその群馬に行ってたんですよね。で、群馬に行って、で、群馬のお隣って長野県なんですよ。長野県で祖父の葬儀が終わった次の日かな。葬儀が終わってもう一段落して、もう次の日とかやることなかったんですよ、ぶっちゃけね。で、葬儀で終わって次の日だから、翌々日に帰る予定だったから、翌日は特にすることなくて、で、みんなこう家で暇してるみたいな、兄弟とかもね、だったんで、家族で話してちょっとどっか出かけようぜみたいな話になって、で、みんなどこ行きたいって話になったんですよ。で、それで、いろいろ、群馬もね、草津とかさ、伊香保温泉とか、私温泉も好きなんで、温泉行きたいね、みたいな話も出たんですけど、でもちょっと温泉ね、入るとなると、ちょっとめんどいな、みたいな。一日しかないから、日帰りだからね。距離はでもそんなないのかな。どうだったかな。私そんなに群馬詳しいわけではないですけど、一個ね、私が出したやつ、それは遠すぎるからやめてくれって言われたのはね、黒部ダム、富山県かな、あれ富山県になるんだよね多分ね、の黒部ダムには行きたいみたいな話をしたら、ちょっとそれは遠すぎるからちょっと却下でみたいな感じでね言われたりとか。めっちゃでかいダムですよ。子供の頃にね、親に連れられて行ったことがあるらしいんですけど、全く覚えてないんで、だから行ってみたいなって思いがあったから、富山もね、群馬の、隣り合ってんのかな、ちょっとわかんないけど、すぐ近くというか、青森と群馬と比べるとすぐ近くではありますけど、旅行で日帰りで行くにはちょっと遠いみたいで、却下されて。じゃあどこがいいかなみたいな。私一人だけで行くわけじゃないから、家族みんなで行くんで、みんなでその行って楽しめる場所どこかないかなって調べたら、軽井沢。有名ですよね。もちろんね。長野県の軽井沢が、候補として上がって。軽井沢は実はその家族で昔行ったことあるんですけど、それもほんとちっちゃい頃。私が小学校か中学入る入らないぐらいのタイミングで行ったことがあるんで、あんま覚えてない。正直。だから行った記憶はあるんだよ。行った記憶はあるんだけど、あんまり覚えてないっていうのもあるから、みんなね、私も含め兄弟もみんな、ある程度大人になったから、改めてみんなで行こうよって話になって、で、軽井沢に遊びに行ったんですよね。日帰りで。で、遊びに行って、いろんな、とこ巡ったんですよ。そんなに多くはなかったですけど、最初行ったのがね、星野リゾートの、なんだっけな、あれ名前。ハルニアテラスだったかなみたいな、その星野リゾートがその管理してる、温泉ももちろんあるんですけど、テラスエリアみたいなのがあるんですよ。調べてもらえばわかると思うんですが、そこに、ちょっとみんなで行ってみて、で、そこでちょっとこう、お昼ご飯なんかね、ランチ食べたりとか、
あとなんか軽くちょっとこう、なんていうの、あの、木でできた、なんか、そういう木材加工みたいな、そういうお土産とかね、そのお椀とかさ、まあそういうお土産屋さんもあったりするんで、まあそういうの見たりしながら、うん、まあ、川、近くになんかその川なのか、その水もね、わーって流れてて、すごいこう、涼しい感じもあって、はい。非常に楽しかったんですけど、まあそういう春にれテラス行ったりとか、あとはね、ちょっと離れたところにあるんですけど、北の方に行くと、あの、なんか白糸の滝だったかなみたいな滝を見に行ったりとかね。して行ったんですけど、で、その最後かな、一番最後に、最後どっか行くかみたいな、まだちょっと時間あるしと思って、じゃどこ行くかって言って、行ったのが、あれはアウトレットモールっていうのかな、軽井沢の。なんかいろんなそのブランドショップとか、いろんなそのメーカーの、メーカーじゃない、いろんなその会社のショップがこう、わーっていっぱい並んでる、まあ、でっかいその、あの、お店っていうかエリアがあって、なんだっけ、なんとかショッピングプラザだったかな、うん、っていうのがあって、でそこに行こうというふうになって。で、私は正直そういうなんか、ブランドものとか、あの、結構ね、服とか、なんか化粧品とか、そういうのが多い、あの、感じらしいんだけど、基本的には。まあ、運動する人だったら、なんか、なんか例えば、ナイキとかさ、アディダスとか、まあ、そういうメーカーも、会社も入ってるんで、まあ、そういうのもいいとは思うんだけど、基本はなんか結構その、なんだ、私あんまよくわかんないんだけど、まあ、グッチとか、グッチもあったかな、あとなんだっけ、コーチとか、みたいな、うん、まあ、そういう、いわゆるザ・ブランドみたいな、うん、ショップがあって、でそこでこう、アウトレットモールだからなんか安く、あの、何割引きみたいな感じで安く買えるみたいな、まあそういうところがあって、まあそこに行ったんですよね。で、まあすっごい広くて、まあ、全部を回るのはちょっと難しいんだけど、で、あの、ガイドっていうか地図があったんで、で、地図みんなで見ながら、あ、こんな店ある、こんな店あるって言って、で、あの、基本はその、まあ、妹たちも一緒に行ってたんで、妹たちが、あの、行きたい店、まあ、そういうのやっぱ好きらしいんで、まあ、ファッションとかね、好きらしいんで、ちょっとここ行ってみたいって言って、ついて回ってたんですよ。で、ついて回ってて、で、とあるその、お店に妹たちがこう、あ、ここ入りたいって言って入って、行って、私はもう基本的に興味ないから、もうなんか、ついて回って、ふーん、あ、こんなものあるんだ、みたいな。感じで、うん。まあ楽しいは楽しいんですけど、うん。まあ、あんまりそのドキドキワクワクするような、うん、感じはなくて、みたいな感じで入ってたんですけど、たまたまその妹たちが入ってったお店の向かいかな、対面に、なんとですね、レゴストアがありまして、私、まあレゴストア行ったのも初めてなんですよ、実は。うん。見たのも初めてで、で、まあ、田舎に住んでるからね、もちろん。私、田舎に住んでるんで、レゴストアなんてものはないから、ないから、あ、レゴストアあると思って、うん。まあ、私ももちろんレゴは知ってはいたけど、レゴストアなんて見たこともなかったし、入ったこともなかったから、ちょっと面白そうだなと思って。まあ、少なくとも、ファッションのお店とか、ブランドショップ入るぐらいは面白いかなみたいな。そっちよりは楽しめるだろうと思って、なんとなくこう、スッと入ってったんですよ。で、そしたら、結構最近出たものなのかな、あの、マリオとなんかヨッシーの、あの、レゴのやつがね、こう置いてあって、なんか動くとかね、いうふうに言われててね。で、店員さんがその、ちっちゃい子供とかもいて、その子たちになんかこう、なんか、なんつうの、こう、見せてたりとか。うん。なんかあと若い女の子、高校生ぐらい、中学生ぐらいかな、の女の子がね、数人いたりとかして、わ、可愛いとかって言って、キャーキャー騒いだりとか。してるぐらいで、あの、私みたいな、もう30超えたおっさんとかはほぼいなかったんですけど、うん、あ、これちょっと場違いかなとか思ったんですけど、まあ、入ってって、あ、レゴって今こんな感じなんだと思って、と思って、見てたらですね、あの、まあ、ショップ自体はそんなに大きいショップではないんですけど、本当正方形ぐらいの、なんか本当、まあ、見渡せばすぐ全部の商品見えるぐらいの、あの、ショップなんですけど、パーって見渡したら、そのショップのね、奥の方、ほんと、入り口パーって入って、もうすごい、もう角の奥の方に、何やらね、あの、ひときわその、なんか異彩を放つというか、
真っ黒なスペースというか、箱がね、いっぱい壁一面にバーって並んでるんだけど、真っ黒な、箱がいっぱい並んでて、もちろんその何のレゴかはこう表示されてはいるんだけど、基本のそのカラーが真っ黒で、で、その、透明のその、飾る、ケースみたいな中にいっぱいその実際にレゴで作ったやつがね飾ってあって、そこなんかちょっと気になって、お、なんだあれと思って見に行ったら、そこにですね、もう私びっくりしちゃっていわゆるその大人向けレゴって言われるものらしいんですけど、18歳、対象年齢18歳以上のレゴっていうのが今、あるらしくて、ほんとね、男心をくすぐるというか、もういわゆるスポーツカー、スーパーカーとか、あとバイクとか、あとはスターウォーズのなんか出てくる乗り物、なんかミレニアムファルコンとか、ああいう、明らか子供向けではないような、レゴがね、置いてあって、で、それにちょっと目を奪われてしまいまして、うわ、すっげえみたいな。え、これレゴで作れんのみたいな感じになって。でね、でかいんですよ。しかも。多分みんなが思ってる以上にでかいと思う。うん。レゴだから、言うてもちょっと手のひらの上に乗るぐらいなのかなとかね、思うかもしれないんですけど。いや、そんなもんじゃないんですよ。本当に。めっちゃでかいの。なんか覚えてるやつでいくと、バイクとかのやつ、今は実は作ってたりするんですけど、ヤマハかなんかのバイクのレゴがあって、それがね、飾ってあって作ったやつがね、めっちゃでかいの。あれ、高さだけでも30センチぐらいあるのかな、もっとあるかな、もっとあるかも。めっちゃでかいのよ、本当に。想像のもう10倍ぐらいでかくて。でかーみたいな。え、これ全部レゴで作れんのみたいな感じになって。で、そしたら見てたらね、その店員さんがね、近寄ってきて、なんかわからないことあったら聞いてください、みたいな感じで声かけてきてさ。いや、絶対好きなんだろうなって思われたんだろうね。でも実際もうちょっとびっくりしちゃったからね。わ、すげえみたいな。かっちょいいと思って。で、それがね、きっかけで、ちょっとレゴおもろいなと。最近のレゴってこんなことになってるんだと思って。で、もうスマホでもレゴ調べまくりよ。もうレゴの公式ストアもそうだけど。で、レゴの公式ストア行くとわかると思うけど、もう大人向けレゴの、ジャンルももちろんあるんだけど、そういう車とか、バイクとか、あとなんだっけ、その宇宙のその探査ローバーみたいなやつとか、そういうのもあるんですよね。もちろん子供向けのやつもたくさんあるんだけど、基本はそっちが多いけど、でもそういう大人向けのレゴっていうのも結構あって、他にもね、驚いたのがタイタニックとか、タイタニック号ね、めっちゃでかいの。それ横幅がすっごいでかいらしいんだけど、全部で9000ピース。もう一番近いピース数で組むらしくて。で、あとはエッフェル塔とか。エッフェル塔はね、高さ140センチぐらいになるらしいよ。組み立てると。140センチだよ。私身長170ぐらいなんで、私の目線よりちょっと下ぐらいではありますけど、飾れる?みたいな。こんなの、みたいな。組み立てられるかどうかもあれだけど、これ組み立てた後飾る場所なくね?みたいな。そんなレベルのレゴがね、もうたくさんあるんですよ。今ね。それがね、やっぱね、ちょっとびっくりして、で、そっからこうレゴをいろいろ調べていく中で、で、もちろんね、お値段も大人向けでございます。はい。全然子供向けじゃない。数千円で買えるものではないので、安くても多分1万円ぐらいかな、多分。ものにもよると思うんですけど、タイタニック号とかは10万円とか、エッフェル塔とかも結構すんのかな。あとやっぱ廃盤になってるやつとか、もう売ってないやつね、公式ショップで売ってないやつとかもあったり、スターウォーズのね、ミレニアムファルコンはなんかもうレアレゴみたいなものらしくて、
11万円みたいな。まあそれは多分プレミア的な価値だと思うんですけど、値段だと思うんですけど。まあそういうのもあったりして、ね、買えないじゃないですか、さすがに。まあ、ね、ワクワクするとはいえ、さすがにまあ10万レゴええー、みたいな。で、作ったはいいけど、これどこに飾るみたいな、なると思うんですよね。うん。なんだけど、どうしてもちょっとレゴに対するその欲がちょっと捨てきれなくて、諦めきれなくて、なんとかしてレゴ組みたいなって思ったんですよ。でそこでね、見つけた方法が実はあって、で、それをちょっと今お話ししようと思ったんだけど、ちょっと長くなりそうだから、ここまでにする。ここまでにする。実はリンクトインでもね、ここまでしか話してないんですよね。はい。実は。そうなんですよ。まあ、ここまででもだいぶ長くなったと思うんだけど、この先もね、長いです。もう私の最近のちょっとレゴのハマり具合が多分わかると思うんだけど、長いです。まあ、なので、ちょっとリンクトインでもここまでしか話をしてないので、一旦ここで切ります。はい。レゴのお話終わり。ですので、まあ、ちょっと来週は、にはちょっと多分話せると思うんで、うん。まあ、気になる人はね、ぜひ自分で調べてもらえれば、私が何を言いたいのかわかるとは思うんですけど、はい。まあ、簡単に言うと、レゴ組みたい。でも、高い。置く場所もない。じゃあどうする？ってなって私がどうしたのかっていうところですね。はい、そこをちょっと来週またお話ししようかなと思っております。はい、楽しみにしていてください。はい。まあでもあれか、アニモチで話したかもな。うん。アニモチではもうすでに話してるんで、まあ話したよね。多分話したはずだな。うん。だからまあまあまあ気になる人はぜひそちらを聞いてもらってもいいとは思いますけど、うん。来週お話しします。詳しくはね。というわけで、次行きましょう。はい。次は、まあ、俺さっき話したけど、まあ、メタファーですね。メタファーリーファンタジオ発売しましたよっていうお話です。まあ、ちょっとね、配信する際にちょっとドタバタしていろいろありましたけど、まあでも売り上げはでも本当、発売日当日でもう100万本突破してるみたいで、評価もすごい高いらしくて、まあ、ペルソナシリーズね、遊んでない人でも楽しめる作品っていうことなんで、まあ、これから、アトラス作品触れる人にもおすすめの作品なんじゃないかなとは、思います。まあ、体験版もね、出てるんで、体験版もね、プロローグ、本編のプロローグの部分を遊べるようになってるらしくて、結構6時間くらい遊べるみたいな、風に話してる人もいたんで、うん、結構ボリューミーな体験版らしいですよ。だから、とりあえず体験版遊んでみて面白かったら製品版買うっていうのもありだと思います。はい。私はもう買ってあるんで今日配信します。多分できるはず。まさかまた配信できないとかないと思うけどね。多分。どうなるかわかんないけど。まあちょっとこの後準備して枠作ってね、やりたいと思います。そして、じゃあこれラストかな。はい。まあラストじゃあこれのお話をちょっとして終わりにしたいと思います。まあ、またちょっとゲームの話になるんですが、10月18日にですね、もうみんな大好き。みんな大好き、マツケンサンバの、ライブなのかな？ライブが、フォートナイトで行われるらしいんですよ。うん。実は。私もよくわかってないんだけど、なんかね、マツケンサンバ2がちょうどなんか20周年、らしくて、まあ、そのイベントらしいです。はい。で、まあ、公式サイトもあるんで、ぜひ調べてほしいんですけど、ライブ配信してもいいらしい。ライブ配信っていうか、YouTube とかで、動画配信。うん。まあ、ライブ配信に限らず、なんか動画作って、なんか YouTube で配信したりとかも、OK らしいんだよね。うん。その公式サイトに書いてありました。そういったことが。はい。まあ、なので、もしかしたらやるかも。10月18日の何時だっけな？夕方18時だったかな？うん。ちょっと忘れたけど、とかにやるみたいなこと書いてあったんで、もしかしたらやるかも。ライブ配信。
私のチャンネルで、実際にそのマツケンサンバの、まあ、マップに行って、マツケンサンバライブを、まあ、楽しむみたいな、ライブ配信もしかしたらやるかもしれない。うん。金曜日、特に、今週なんですよ。だから18日だからね。今週はアニバッチステーションお休みだから、各週だからね。ないから、うん。やれそうなんだよね。だから、やるかもしれないんで、ぜひ。まあ、自分で楽しみたいっていう人はね、ぜひ、自分でね、楽しんでいただいたらいいかなと思いますけど、ちょっとライブ配信、ね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思ってるんで、私も全然わかんない。本当に、どんなもんなのか、もう全然わかってないんですけど、ただね、一個ね、言っとくと、私実はこのイベントのね、テスターの募集してたんですよ。このマツケンサンバのライブのそのマップのね、テスターを募集してて、運営会社が。で、応募したんですよ。で、応募して、メッセージ来てたんだけど、特にそんなに多分人数も多くなかったから、抽選とかでも何でもないと思うんだけど、メッセージ来てたんだけど、完全に忘れちゃってて、うん。応募したの忘れてて、というのもね、これX で応募する形式になってて、で、私最近 X って全然開かないのよ。本当に。全然開かないから、うん。なんか調べるときにしか開いたりしないんで、もう X の DM で連絡来てたんだけど、DM 来てることに気づかず。で、ちょうどその祖父のね、葬儀とかでドタバタしてるのもあって、もう何も気づかないで、もうスルーしちゃってて、うん。最近気づきました。あ、やべえみたいな。マツケンサンバのテスト応募したのに忘れてたみたいなね。うん。状態で。まあ、テスターね、募集してたんですけど、まあ、忘れちゃったっていうのもあって。だから、全然わかんないです。どんなイベントなのかとかね。まあ、詳しいことは、まあ、公式サイトとか見ればわかると思うんで、まあ、ぜひチェックしていただけたらと思います。まあ、あとは、金曜日にライブ配信するかもなんで、よければ、来てね、一緒に楽しんでいけたらいいなと思ってます。はい。まあ、そんなところですかね。今回は。うん。まあ、主にやっぱゲームの話がちょっと多かったかなと。ゲームとレゴの話しかしてない気がするな、俺。今日。まあ、それだけ結構ね、最近は、まあ、ゲームを遊ぶのもそうだし、ゲームをその開発、UEFN で作るっていうことにもちょっと力を入れたり、あとは新たな趣味としてね、レゴ。ね、やったりっていう感じなんで、いやーほんとね、なんかやばい。まあ、特にそのレゴとの出会いはやばい気がしてる。もともとだからそのアニメとかゲームとか漫画とかね、まあ、そういうなんか一人で遊べるようなものばっかり、うん、趣味なんですけど、まあ子供の頃からそうだったらしいんだけどね。あんまりその友達と何かをしたりとかするタイプではなかったらしいんだけど、やっぱ大人になってもね、なんかそんな感じで、本当に。うん。まあ最近はリンクトインやったりしてるから、まあコミュニティとかにも入ってるからね、いろいろネット上でやり取りはしてますけど、ただ一緒にゲームしたりとかはね、一緒に遊んだりっていうことがやっぱまだそこまでは行ってなくて。で、そこに新たに加わった趣味、レゴ。もうこれこそ本当一人でね、黙々とできちゃう趣味で。ただね、あーでもこれちょっとネタバレってわけでもないけど。まあ、レゴはね、別に一人で組み立てられるものではありますけど、みんなで組み立てるっていうこともできますから。はい。まあ、例えばバイクを作るってなったら、まあ、バイクの例えば、前輪はあなたやって、後輪はあなたやって、みたいな。あとはそのハンドル部分とか乗る部分は誰かにやってもらって、エンジン部分は誰かにやってもらってみたいな、うん、まあそういったこともできなくはないですから、はい、みんなでレゴもね楽しめなくはないんですけど、今はもう一人で黙々と夜な夜なもうやってますよ、レゴ。うん、まあどういう風にやってるかはちょっとまたおいおい、まあ次回あたりねお話できたらなと思いますけど、はい。まあ、そんなとこですかね。まあ、とりあえず、今週はもう、私がゲームとレゴにハマってるっていうことが伝わればいいかなと思います。まあ、皆さんもぜひ、まあ、興味のあるものがあれば、いろいろ自分で調べてみるなり、レゴ始めてみるなり、してみてください。
はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。